じゃあまずコーチ CEO お願いします。はい、そうですね、ディープというね、日本で、まあ、メジャー団体で言ったらね、やっぱりライジンやと思うんですけど、そのライジンを抜いたらディープって総合の格闘技の中でトップやと思うんで、そのディープさんとね、こうして、戦えるっていうのはすごく光栄で、楽しみにしてます。皆さん楽しみにしておいてください。では最近の情報お願いします。はい、まずあれですよね、これどこまで話してるのかね、なんでこうなったかっていうところから話になると思うんですけどそれは後ででしょう。それは対抗戦はなんか対抗戦で話して、なんでこうなった話、そうあ、それはもう伝えてください、うん、ね、これが、はい、あ、俺がつないだわけですか。いや、まずそのそうですね、もともと浩二君と僕の接点が、まずそんな結婚の出会いはいやいや、そんなことじゃないの。いや、まあ、チーム前にね、杉村っていう、はい、うちの元チャンピオンが、はい、強いチャンピオンがいまして、はい、まあ、そのセコンドとかね、はい、やってるところから、浩二君と、付き合いが始まって、まあ絶対だっていらん、その付き合いの話は。まあ、いろいろありまして、まあ、最近は本当にまたライジンで大活躍して、僕はもう陰で見守る感じになって、ちょっと今、足沢派に今変わろうかなと。何の話ですか。まあまあ、もともと何が一緒にできないかなっていう話はしてきましたし、今、鈴木アナ、ますけど、鈴木アナがもう成り上がりに対してすごく愛が強くて、リーグにもありますね。うん、仕事って成り上がりの話ばっかりするもんですから。そんなことです。で、僕も真面目にアマチュアとかちゃんとやるのとか、ね、いろんな話をしてる中で、まあ、若干ね、オーディションとか見たときに、まあ、今、まあ、なかなかいろんな乱闘じゃないけど、そういうのが、ね、そういう感じに見えちゃう部分もあるんですけども、まあ、本人もアマチュアも含めて成り上がりをちゃんとした大会にしていきたいっていう思いがある中で言うと、まあ、何か一緒にできればいいんじゃないかなっていうことで、今回こういう形になりました。はい、ああ、そこまで説明するやつですね。もう申し上げていいやつですね。あ、まあ、そもそもね、成り上がりって自分がこの団体を作らせてもらった時に言ってたんですけど、格闘技界って絶対エンターテインメントと、実力、この2つが絶対必要やと思ってて、どっちが欠けてても盛り上がらないと思うんですよ。エンタメだけで実力がないのもダメですし、実力があってエンタメ性が全くなかったらプロとは言えないと思いますし、お客を呼べないんでね。だからこの2つを、自分の成り上がりは取りに行こうと思っていて、で完全にね、実力派のディープをまず食ってやろうと思って、詐欺代表にね、喧嘩を売りました。で、こういう形になったので、必ず、ディープを潰そうと思っております。はい、はい、そうですね。はい、この対抗戦の詳細につきましてはですね、まあ、特にディープ VS 成り上がりのカードにつきましてはですね、今回の記者会見では、まあ、2部構成になっておりますので、第2部の方で詳細について、はい、説明をさせていただきます。そういう意味では、今回の大会の中では、もちろん成り上がりとの対抗戦もあるんですけども、ディープの公式戦と成り上がりの公式戦も行います、はい、それに関してはもう通常の、ディープの公式戦は2試合行います、はい、まずはそこに関してからの、発表をお願いします。はい、はい。